え皆さんこんこにちは、えー、先月の定例の時に良いお年をお迎えくださいと皆さんに申し上げてあっという間に1月も後半になりましてえ寒い中、お忙しい中定例の会見にえお集まりいただきましてえ室長からも申し上げましたけれども改めまして心からありがとうございます。感謝申しし上げます今年1年えお互いにに健康に留意しながら あまたい田市のですねいい情報を発信していただければと思いますしそれに他側の情報をこちらも提供しようと思っておりますそれでは1月の定例よろしくお願いいたしますまずあの資料にもございますけれどもえ今年になってえー嬉しいニュースがまいくつか飛び込んでまいりましてプレスの皆さんにもですねえ先日のあの卓球の 君といってももうすでに大人でございますけれども表記訪問をおのお取材メモが回っていると思いますが実はですね福原愛ちゃんの記録を塗り替えた、えー、伊藤美誠ちゃんも一緒に同日31日の日に来てくださるということで非常に楽しみにしております。まさかですねあのの記録がああの岩田市のお 女性女の子がです、ね、塗り替えると思ってなかったので新聞を見て本当に驚きました、まあ、後々言いますけれども、同日にまたたぶん、い、えーねえー、岩田始まって以来でしし、県内でも多分珍しいことじゃないかと思いますけれども、えー、知事から県の教育委員長さんから、教育長から一度に集まる日が重なって、非常にあの1月の末、楽しみにしております、また取材の方よろしくお願いします。 まずはあのお手元の資料の中にございます1点目でございますが昨年ですね県の方で提案していただきました一校一農園のモデル事業として私も手を挙げましてそして一校一農園の単独校として選ばれたのが豊岡の南あ一校でございました県内で4地区指定されたわけですけれども昨年の夏は 皆さんもご存知の通り大変暑い中でですねこんなに野菜を育てるのが大変なものかって、まあ、に子どもたちにも聞いたことがあるんですけれども本当にいい大豆黒大豆を作ってくれましてその収穫の6年生が育てたわけですけれども後輩の4年生、まあ、マオコロランチは4年生を対象にしていますので 地域の女性の婦人たちがお母さんたちが4年生に真心ランチをしかも6年生が作った食材をということでそれをご案内のとおり知事県の教育委員長それから教育長さんそしてまあ党議会の議長にも同席していただきまして一緒に教室でその味わい深い真心をこもった 給食をいただきたいと思っておりますぜひです、ね、地産地消のモデルケースにもなるし単なる子どもたちが野菜を育てたっていうだけではなくて地域一体となってこの催し物ができるということは市長として本当にこんな嬉しいことはございませんぜひまた取材に来ていただければと思っております2点目でございますがこれはあの金がねですね 職員にも検討の指示をしてきましたけれども職員の旅費日当の見直しをさせていただきましたで、旅費まあ、簡単に言いますと見直しの内容の主な点は日当の廃止でございますそして宿泊費の中にございますまあ、1泊2食の2食分の経費2200円分をま全廃するということが主な内容でございまして 例えば職員の中にも私それから副市長等々の幹部職員とそれから一般の職員まあ1万3000円から1万4800円とまあいくつかのこう職,職員によって異なっているものをですね一律お手元の資料の中にありますように えー、食費、それから日当全廃しまして宿泊の場合は一律私も含めて1万900円とするとそれから、えー、日当の部分は廃止をするということでこのように決まりました、まあ、23年度からでございますが職員も頑張ってくれたなと思いますし、まあ、いろんな見直しをすると宣言をいたしまして市長になりましたので。 まあ、一つ一つ確実に一歩一歩、今の税収入でもピシッとやっていける体質を作るんだ。っていう掛け声のもとに、まあ、一つの事例でございますけれども、このように職員が頑張ってくれました。え三点目でございますが、室長の方からも若干申し上げましたけれども。ええー、豊岡の図書館をですね。豊岡の支所に配置をするということで、昨年度議案上程をいたしまして、そして。 補正予算もつけ2月の26日に開館の記念式典を開催をいたします広さからすると2倍まではいきませんが1.67倍になる広さになりますし耐震化もちゃんとしているところでございますので地域住民にとったら以前の施設よりも間違いなく いい決断だったと私は思っておりますそれから記念式典のテープカットについてですができたらですね大勢子どもたちに集まってもらってテープカットをするようなイメージを持っておりますのでまた、その説はですねぜひぜひ取材をしていただければありがたく思います。それから4点目でございますが これもですね従前から就任以来一貫して見直しの一つ公共施設の見直しの中の一つとして職員と一緒になって考えてまいりました駅前にある2つのビルの一つ天平の町の3階の部分でございますけれども昨日ですね以前も取材をしていただきました、まあ、職員研修の一端として まあ政策形成能力の研修プロジェクトにの中の7名6名だったんですかねのうちの3名も取り入れてプロジェクトチームを昨日立ち上げましてこの「天平の町の3階の部分の見直しの一つの検討として課題を与え煮詰めていただくことで指示をいたしました。 まあ主な改善点はお手元の資料の中にあるようにございますけれども今の状況は利用頻度も非常に悪くてですねあの市の駅前の中心市街地にありながら当然、見直さなければいけない一つの施設でございましたので見直しに着手をしたとで若手職員をの7名のチームでプロジェクトチームを昨日立ち上げたということでございます。 その他でございますがあの以前取材をしていただきました笑顔の写真コンテストで持ち回りで,です、ね、今ララポートの中にあります i ポートで展示をしておりますけれどもやはりあの子どもさんだけではありませんが笑顔というのは人を引きつけるなと思いました。であちこちこで,です、ね、多くの方たちに えー、見ていただきまして、えー、1月の広報岩田の表紙もその写真で飾らせていただきました。えー、2点目でございますが、えー、今年も岩田の雪まつり。 えー、本年度の2011の雪まつりを開催いたしますので若い人たちが自分たちが一生懸命岩田市を盛り上げようとして岩田市の市民だけではありませんが浜松等々からも若者たちが駆けつけて実行委員会を作ってやっていただけるこのお祭りでございます。私は大いいいいいにです、ね、こういう草の根ののの根力力強い若者たたちの力を期待している一人ででござまますのでぜひまた 大勢の皆さんがですね参加してくれると思いますので取材の方よろしくお願いできればと思っておりますそれから3点目でございますが昨年度入って早々ですねヤマハレディスのゴルフコンペがございましてですね大会がございましてそこで市民の協力に感謝をしたいということでヤマハさん、ヤマハ発動機さんからのご寄付で100万円をいただきました。 で子育てに使う車両ということで私は決めさせていただきましたがラッピングをするのに若干時間をかかってですね施したラッピングを施したこの寄贈式をです、ね、2月1日に午前10時から行いますのでまたあのいいラッピングができたと職員から聞いてますので見に来てご覧になっていただければありがたく思います。 それから4点目でございますが2月の10日に早いもので23年度予算の予算報道発表をまあ臨時でございますが計画をしております予算というのはそれぞれ市の方針が金額として事業名として額としてその集大成が予算書になっておりますので え皆さ様方にですね、私田は23年度はこういう方針で、こういう方向でいくのかと思っていただけるような予算にするため、えー、職員一同頑張ってまいりました、厳しい財政状況は、なんだ変わっておりませんが、少しずつ打って出れるような目を出していきたい。 少しでも花を咲かしていただきたいという思いの予算に自分の中ではしたつもりでありますが苦しい限られた中でございますのですべてが自分の中でも満足しているものではありませんが今の現状の状況の中では精一杯職員一同頑張ってくれたなと思っておりますとりあえず私の方からは以上ですが何かご質問がございましたらよろしくお願いをいたします。